ットなんです。ね、霊媒占い除霊シャーマン三輪フランスパン工房さんですよ。綺麗に見たことあるじゃない。どうも、三輪フランスパン工房です。おお、誰だてめえ。マジか。あの、ほら、こないだ話した今来てるの。来てる。すごい、あの霊能者でしょ。見たい。よし、そろそろ仕事終わらせて出かけるか。お父さん。え、マリコさんのお父様ですよね。僕とはそんなに楽しみにしてくださってたんですか。おお、あ、そうだよ。いや、君に会いたかったんだよ、僕は。本当ですか。いや、会いたかった。お父さん、私はね、公務を開けて。お父さん、はい、すみません、お茶お待たせしました。遅いだよ、君。すみません。さあ、お前、2日後にさ整形するんだよな。私ね、みゆき。はあ、今から5日後から来たみゆき。お店がいいの。自分の理想の人に出会った気がする。はあ、私決めた。あの人の姿そのまんまに整形する。間に合ったか。どちら様ですか。シュウ、整形後のシュウ。俺。俺はなんでこんな姿になってんだよ。バラ色の人生を送っている素人さんをスタジオへお招きし、その成功の秘訣やびっくり生活などを聞いていこうといった番組です。愛先はセパセラ。借金を残して家を出て行ったの。ああ、その借金が今俺のところに回ってきたな。そして悲しみのことを僕と一緒に丘の上に行かないと。そして君をグリングリンしたら。グリングリンしろ。お父さん、僕に娘さんをください。かな子って誰。いただけた。あ、お母さん、すいません、どうぞ。ごめんなく。困ってません。かなこさんを僕にください。はい。かなこって誰。あれのことらしいよ。どうや。あれ、かなこって言うんだ。違う、予定より1時間も遅れてる。仕方ないよ、気にしないで。待ち合わせの場所ちゃんと考えればよかったね。その行方不明になった女の子たちは誰も見つかってないんですか。はい、我々は凶悪な連続誘拐事件ではないかと捜査を進めております。いや、この人はだからあの、なんちゅうんだろうな、最近友達になったんだ。なんかさ、日本に来て名もないって言うから渋谷案内しちゃってるわけ。とにかく最近一緒に行きましょうよ。病気の簡単な体験のやつなんで。ほら、君みたいな顔で今度やった方がいいと思うんですよ。彼氏とかに言わさせないくらい完璧になっちゃう。あなたは藤子さんでしたっけ。いや、でも俺大丈夫だな。さっき藤子ちゃんバキバキに切れてたっしょ。合わせたんがねえちゅう。あれ、あ、いらっしゃいます。できました。やめましょう。はい、やりほう。困るからなって。俺だってお前運転する前にポケモン GO 王が決まってる。考えろ。名刺できちゃった。文章になってる。ではですね、俺はミルクアンコーヒーのおじいちゃんに。おじいちゃんに、おじいちゃんに、まあ、待ってよ、まだ、あ、出すなよ、まだ、まだダメですか。まだ出しちゃダメだよ。勢いで乗り切ろうとした。